はい、こんにちは。30代以降の女性専門ダイエットトレーナー、りょうです。ということで、今回はトレーナーの僕が教える、実は太るお肉を紹介していきたいと思います。イエイ！ダイエット中、痩せるために食事を頑張っているけど、なかなか痩せることができなくて悩んでいるあなた。その原因、実は太るお肉を食べているからかもしれません。先日、1年間何をしても痩せられなくて悩んでいる40代の主婦さんから、このようなお悩みが来ました。ダイエット中、バランスのいい食事を心がけています。健康的に痩せたいです。お肉を食べたり、ご飯を食べたり、野菜もしっかり食べているのになかなか痩せることができませんと。このような食事を頑張っているのに痩せないというお悩みをお持ちの方多いんじゃないでしょうか。この方がバランスのいい食事を心がけているつもりなのに痩せられなかった原因は脂質の多いお肉からタンパク質を取っていたからなんです。タンパク質は筋肉の働きを高め、代謝を上げ、脂肪燃焼率をアップさせるためダイエット中必須な栄養素になります。じゃあタンパク質を食べよう。じゃあタンパク質の多く含まれる食材、お肉だ。お肉を食べよう。豚肉、牛肉、鶏肉、たくさんお肉ってあると思います。ただし、どのお肉もダイエットにいいというわけではないんです。実は、タンパク質を豊富に含むお肉には、脂質も一緒に多く含む食材があります。では、脂質を多く含むお肉は、なぜダイエットに良くないのか。その理由は、お肉に含まれる脂質は脂肪として蓄えられやすいから。しかも、脂質が多いとカロリーが高くなります。そのことによって、オーバーカロリーにつながり、太りやすくなってしまう。このようなことから、脂質を多く含み、高カロリーなお肉はダイエット中、控えてあげましょう。でも、どのようなお肉が NG なのかわからない。このようなお悩みをお持ちの方に向けて、トレーナーの僕が今回、ダイエット中、控えるべき、実は太るお肉をご紹介していきます。もしかしたらあなたも、このお肉食べてしまっているかもしれません。それでは早速ね、実は太るお肉、紹介していきま、りょう！それでは早速紹介していきたいと思うんですけど、今回は皆さんが分かりやすいようにランキング形式で5選紹介していきたいと思います。それでは第5位。ドルルルバン。鶏もも肉、過去皮付き。鶏肉ってダイエットにいいんじゃないのって思う方多いはず。しかし、鶏もも肉の皮付きはカロリーがとても高いんです。カロリーは 100g あたりで 204kcal。脂質は 14.2g 含まれます。比べて鶏ささみは 100g あたり 105kcal。脂質は 0.8g とめちゃくちゃ脂質が低く低カロリーなことがわかります。このようなことから鶏もも肉の皮付きは脂質が多くなりカロリーが高くなるためダイエット中は控えてあげましょう。もし食べるとしたら鶏もも肉でも皮なしにしてあげるか、鶏ささみもしくは鶏胸肉の皮なしがおすすめです。それでは第4位、ドルルルバン。豚バラ肉、豚肉美味しいよ。ね、豚肉食べたいよっていう方多いと思いますが、実は豚バラ肉は脂質がとても高いんです。まずカロリーから紹介していきましょう。100g あたりなんと 368kcal。脂質は 34.6g 含まれます。高いです。もうスカイツリー並みに高い。では豚肉でも違う部位の豚ヒレ肉と比べてみましょう。豚ヒレ肉は 100g ガン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 噛みました。100g あたり 115kcal。脂質が 1.9g のためカロリーが低いことがわかります。しかも豚肉にはビタミン B1 が豊富で代謝を高め痩せやすい体を作ってくれます。このようなことから豚肉はダイエット中にすごくおすすめなお肉です。ただし豚バラ肉はカロリーが高いので、なるべく豚もも肉や豚ヒレ肉を選んであげるとグッド。それでは第3位、ドルルルバン。サーロインステーキ。ね、ステーキ美味しいですよ。いや、もうあんなね、素敵なステーキ。なんとカロリーは 100g あたり 498kcal。脂質が 47.5g 含まれます。ヤバタニエンだ。比べて豚ヒレ肉は 100g あたり 133kcal。脂質が 4.8g。また、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 また噛みましたね。また、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 何を言いたかったのか今。脂質はね、4.8g、また、また、また、脂質は 4.8g。になってきてかなり低カロリーです。なので、ステーキを食べる場合は、サーロインステーキじゃなく、牛ヒレのステーキとかを選んであげるといいです。それでは第2位、ドルルルバン。
牛バラ肉。なんとカロリーは 100g あたり 517kcal。脂質は約 50g も含まれます。これも本当にびっくりですよね。で、片手のひらに乗るぐらいで、もう 100g ぐらいなんですよ、牛バラ肉って。これだけで、脂質 50g。牛バラ肉に、これだけの、たったこれだけの量に脂質が 50g もぎゅうぎゅうに詰められてるわけなんですよ。牛だけにぎゅうぎゅうってね、こうね、詰められてるわけなんですよ。もうめちゃくちゃ危険です。もうって。なんてこった。もうって牛だけに言いたくなりますよ。先ほど紹介した牛ヒレ肉と比べると、カロリーがめちゃくちゃ高いことがわかります。なのでこちらも牛バラ肉は避け、牛ヒレ肉や牛もも肉の赤身もおすすめです。それでは第1位、こいつマジで太ります。しかも、発がん物質もあるという、もう体にもめちゃくちゃ悪い食材。ドゥルルルッ、バン。加工肉。もうメモしといて皆さん。加工肉はダイエット中は控えるって、紙にメモしておく。紙に加工。加工肉だけ。加工肉といったら、ベーコンやウインナー。美味しいですよね。ただし、この子たちはカロリーが高い。では、どのぐらい高いのか。鶏胸肉の皮なしと比べてみましょう。鶏胸肉の皮なしは 100g あたり 108kcal です。比べて、ウインナーやベーコンは 100g あたり 400kcal。もうね、鶏胸肉と比べたら、めちゃくちゃカロリーが高いことがわかります。でも、あれ?りょうさん。さっきの2位の牛バラ肉、100g あたりで 517kcal じゃないですか。1位の方がカロリー低いじゃないですか。どういうことですか?このように思う方多いと思います。なのにね、僕は今回、加工肉が1位になり、牛バラ肉が2位になりました。その理由あります。それは、加工肉には加工された油や添加物がたっぷり含まれます。この加工された油は、脂肪として蓄えられやすく、しかも、がんのリスクを高めてしまいます。また、加工肉に含まれる添加物は依存性が高く、食欲を乱します。食欲が乱れると、無駄に食べたくなり、過食につながります。そして、オーバーカロリーにつながり、太ってしまう。なので、ダイエット中は加工肉は避け、添加物や加工された油が含まれない、鶏胸肉や牛ヒレ肉といった、自然なお肉を食べてあげることをお勧めします。それではね、ランキング形式で実は太るお肉、5選紹介してきました。でも、りょうさん、豚バラ肉や牛バラ肉、サーロインステーキなど、美味しいよ、食べたいよ、このような声が動画の向こう側のあなたから聞こえます。そこで今回は、実は太るお肉が太らないお肉に大変身する調理法テクニックというのを紹介していきたいと思います。いや、売れピーマンでございます。では、調理法テクニック。一つ目、水から下茹で、もしくは熱湯でさっと湯通し。油分の多いお肉は、熱湯でさっと湯通しすることによって、余分の油を取り除くことができてきます。もしくは、たっぷりの常温のお水の中に入れて、そこから火をつけて下茹ですると、余分な油を落とすことができます。しかも、常温のお水から下茹ですることによって、お肉が硬くならず美味しくいただくことができるため、おすすめです。そして、二つ目、フライパンで焼くときは、キッチンペーパーで油をしっかり拭き取る。油分の多いお肉を炒めている時に、フライパンにね、めちゃくちゃ油が溜まったよって経験ある人いると思います。その油をしっかりキッチンペーパーで拭き取ってあげることによって、油っこさを抑えることができます。それでは三つ目。油は引かず炒める。脂質の多いお肉を炒める時に油を使ってしまうと、お肉の脂質、フライパンに引いた油の脂質で、かなり脂質が高くなってしまいます。そしてカロリーオーバーにつながり、太ってしまう原因になるため、フライパンには油は引かずに調理をしてあげましょう。それでは今回、実は太るお肉紹介してきました。いかがだったでしょうか?もちろん、太るお肉を控えることも大切ですが、バランスのいい食事をとるというのも大切です。でも、自分の食事合っているのかなと不安な方は、僕もトレーナーとして食事サポートをしています。あなたの食事が正しくできているかチェックさせていただき、サポートをするというプログラムになっているので、もし気になる方は、概要欄に食事サポートプログラムの詳細を載せたリンクを貼っておきます。そちらからチェックしてお申し込みください。で今回このお肉が太るんだって分かったよ。でもじゃあ逆に痩せるお肉って何なの?ダイエットを効率よく進めるためにも太るお肉は避けて痩せるお肉を食べていきたいですよね。この痩せるお肉、次回紹介していきます。次回予告は、トレーナーが教える、実は痩せるお肉。こちらマジで見てほしい内容になっておりますので、チャンネル登録して見逃さないように待っていただけると嬉しいです。また、感想やこんな動画を撮ってほしいというリクエストもコメントにじゃんじゃん書き込んでね。それでは、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。次は、実は痩せるお肉の動画でお会いしましょう。またね。